長谷鳥ごちそうマートの鈴木敏夫さんと一緒にお送りしてまいります、はい、そしてゲストの方ではご紹介お願いします。ごちそうマートにも出ていただきました、はい、水見色であの静岡市の地域おこし協力隊をされている山中理恵さんです。こんにちは。よろしくお願いします。はい、東京から昨年の4月に引っ越してきまして、静岡市の奥静水見色の地域で地域おこし協力隊をさせていただいてます山中です。よろしくお願いします。そう、静岡市にとっては、ね、ありがたい人なんですよ。いや、ありがたいですよ ね、若い人がいなくなっていくっていう中で東京から、ね、来てくれる人も奥静ですからね、うん、都会から、ねね、来ていただけるありがとうございます。で、水見色ってどんなところか知ってます、はい、自然がいっぱいあって、はい、山をねちょっと走ったことがあるんですよ。水見色トレイランニングやってる、はい、はいはいはい、すごくいいところで、はいはい、上り下りが多くてトレーニングがすごくもってこいの場所です。なるほど、はいはい、名前からして綺麗ですもんね。もう綺麗です。水見色、水の、はい、色を見るところですよね、うん、それで先日ですね、リエさんと一緒に、はい、ちょっとリエさんおすすめの水見色のポイントに登ってきましたので、はい、そちらの動画ご覧いただきたいと思います。はい、面白いですか、ここに住んでると。面白いです。なんかもう本当にお散歩してるだけでもいろんな発見があって本当に感じるのはもうなんか四季を体で感じながら生活ができるっていうのが。本当に綺麗、うん、それでこちら側も綺麗なんですけれど、これ山がポツンと真ん中に立ってるので反対側にも行けるんですね。そうです。本当に水見色を見渡せる場所になってます。知らなかった。ここも綺麗でしょう。で、最近スローカルっていう雑誌があるじゃないですか、はい、表紙にね、本日号の表紙にこの景色を選んでいただいて、ほら、あ、本当ですね。こんな形ですね。ここだったんですね、はい。で、リエさんは景色も好きだけど、水見色のいいところってどんなところですか？はい、本当に今見ていただいたような景色と、あと食べ物がすごく美味しい、水も美味しいことと、でも一番は本当に人が暖かくて、私みたいにこう外から来た人とも本当にすごく暖かく迎え入れてくださって、本当にただいまって帰りたくなるような村で、そこで今活動させていただけるのがすごく幸せを感じてます。ね、ありがたいありがたいですよ。だってそれで元々のご縁は、はい、元々東京で大学に通っていた時に農業の勉強をしていたんですが、うん、その時に、中山間地のお茶業の勉強をする時に初めて水見色に実習で来させていただいたのがきっかけで、なので大学3年生の時なんてもう10年前になるんですけれども、でその時に水見色の方と一緒に生活、泊まり込みで生活をさせてもらいながら、農村の本当に衣食住を共にしながら勉強させていただいたのがきっかけで、うん、通うようになって、うん、写真がありますよ、はい、見てみましょうか。はい、あ、これが大学3年生の時、はい、これ今ましたね、はい、これが大学3年生の時に喜楽市のお手伝いをさせていただいてる時の写真です。なんで敬礼してるんですか。なんででしょうねなんかちょっとシャキッと、はい、じゃあ次の写真見ましょうか。はい、これはこれ何ですか。はい、これはお手伝いをした後にお昼のまかないで、うん、今もメニューとしてあるんですけど、喜楽市の味噌を使った味噌カレーをいただいているところです。こんな大自然で食べるなんて美味しそう。これ大学生時代大学生時代であんまり変わってないですどこ見てるじゃあ次の写真お願いします。おー、あ、いいですね。やっぱりこう農作業をした後とか、うん、一緒に皆さんとこう汗を流して働いた後に皆さん、村の皆さんと一緒にご飯を
囲みながらお酒を飲んだりっていう時間がすごく楽しくて、これほとんど水色の皆さんですよね。そうですね、あと私の大学の時の友達が 2,3 人入ってます。リエさんこれどこにいるのかな。後ろでニット帽をかぶってます。ピースサインです。一番下の方です。楽しかったですか。楽しかったです、うん、なので本当にこの時に交流させてもらったお父さんお母さんと今も一緒に生活をさせてもらっているのですごく楽しいです。じゃあもう一枚いきましょうか。はい、でこちらが水見色気楽市もお手伝いしてたんですね。そうですね、当時もお茶の勉強っていう形で行っていたんですが、うん、私茶袋があれ20キロとか30キロになるんですけど、はい、あれをなかなか持ち上げられなくて、うん、戦力外通告じゃないですか。持ち柄仕事よりはじゃあお店に同じ時期に忙しいお店の方も、うん、手伝いをさせてもらう。看板娘としていいですもんね。いいですよ、ね、若い方ね。おばちゃんたちはおばちゃんたちでいいんです、うん、おばちゃんたちはおばちゃんたちでいいんですけど、こういう人いてくれるとまたいいですよ ね。それで一旦、はい、写真ちょっと一回お休みして、うん、一旦お仕事に就くんですよね。そうですね、でも本当にこの時がちょうど大学3年生で、うん、進路を考える時期ではあったので、その時も水見色での経験がすごく自分自身ではターニングポイントになって、うん、やっぱりこういう農村の暮らしだったりとか、うん、農家さんの人柄とかそういうのを都会の人に伝えられる仕事がしたいなと思って、うん、東京の方でパルシステム東京という生協に就職をしまして、うん、はい、でそこで生協を使っている組合員のご家族を日本全国いろんな農家さんのところに連れて行って、うん、農家さんのこだわりだったりとか思いを伝えて一緒に農作業を体験してもらうというような企画の引率とか企画をやっていました。これはこれは北海道で牛を放牧されている農家さんのところに30人ぐらいでお邪魔させていただいて、これは牛舎なんですけど、それは何、お客さんをパルシステムのお客さんを北海道の牛舎まで連れて行ったの。はい、そういうお仕事ってそれまでパルシステムをやってたんですか。やってました。パルシステムという生協がすごく産直を掲げていて、農家さんだったりとか食べる人と作る人が顔の見える関係を作って、お互いにお互いのためにっていうような生協ですごくそこに力を入れていたので、そういうお仕事がしたいなと思ってこの生協に就職をしてこういうお仕事をさせてもらってました。次の写真行きましょう。これは？これは千葉県で田植えをやらせてもらっていて、まあ、後ろにその参加者の方もいらっしゃるんですけど、引率である私が一番楽しんでいるっていう自分自身がすごく楽しんでやらせてもらってました。これは水見色の経験の延長みたいな感じですね。そうですね、やっぱりこの体験してみないとわからないっていうことがすごく自分の実感としてもあって、それをやっぱり機会として都会に住んでる人に特に土に触れてもらう機会を提供させてもらうっていうのにすごくやりがいを感じてました。それを何年くらいやったんですか。8年ですね、はい、わで、はい、去年 の、 写真があります。お正月で1月でしたかね、静岡市役所で私山中さん4月ですね。4月か、はい、じゃあちょうど1年前ですね、はい、これ田辺市長から、移植状を受け取っているところ、はい、おすごい、はい、静岡市の地域おこし協力隊ということで、うん、仕事を辞めてこちらに引っ越してきて、はい、市長さんから移植状という形でいただきました。はい、もう一枚やります。はい、あ、すごい。はい、はい、どうしてさっきのお仕事も素敵だったと思うんですけど、うん、どうして水見色に帰ってきたいと思ったんですか。そうです。もともとやはり東京で生活をしながらも田舎に住みたいなとか自然が豊かなところに暮らしたいなっていう思いはずっと抱えていて、うん、まあ、そのコロナ禍っていうこともあって、であと自分も年齢がちょうど30歳になった時で、いろいろ今後の自分の生き方っていうのを考えていた時に、もともとその水見色とのつながりもあったので、うん、あ、静岡に引っ越したいなっていう思いを抱きながらいた時に、ちょうどその中原品地区奥静の地域で地域おこし協力隊を募集しているっていうのを聞いて、あ、もう本当にこういうのはタイミングだな今だと思って、はい、決意してこちらに来させてもらいました。はい、そのきっかけとなりました水見色気楽市を子供リエさんと一緒に動画を撮ってありますので、はい、そちらをご覧いただけたらと思います、
2週間くらい前ですかね、はい、あ茶畑ですね、はい、あのリエさんにレポーターしてもらいました静岡市葵区奥志津の水見色にやってきました。綺麗な景色ですね。はい、山中さんこんにちは。それじゃあ気楽市について紹介してください。はい、こちらが水見色気楽市です。はい、私が地域おこし協力隊として活動をさせていただいている場所になります。どんなものを売ってるんですか？ここは手作りの手ごねのこんにゃくだったり、それを使ったこんにゃくの唐揚げとかコロッケとか、あとは手作りのお惣菜で、中でお蕎麦とかカレーも食べていただけるような場所になってます。はい、ありますけども、こういう感じのお店です。いいですね。今お休みなんですよね。そうなんです。なのでちょっと今ね休んで長いから、でもこういうそうですね、この辺もこう地元の方が地元の人作ってくださる雑貨品だったりとか、あとは少し奥志津の商品も。はい、この辺は奥志津の商品です。メニューはこんな感じですね。一番人気はこの気楽そば、揚げたての天ぷらをつけさせてもらって、おそばで、これは山福そばって言ってこんにゃくのペーストをおそばに練り込んだちょっと変わったおそばになってて、食感がプチプチってした面白い食感になってて、こちらも人気です。あとこれも気楽の味噌をカレーのルーに隠し味で入れている味噌カレーで、水見色気楽市の厨房に来ています。お母さんたちがいただいています。これは何でしょう？あ、こんにゃく作ってます。はい、うん、生を茹でて、うんうん、おーすごいすごい、茹でて、はい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 、すごい、はい、近くに出せたんですね。結構でも力仕事ですね。なるほど。これ何分茹でるんですか？1時間。あ、そんなに茹でるの？はい、ちょっと中見せてください。なんか。おお、すごいすごいすごい。これが実際あるんです、ね。おお、本当だ。いや、まき火がいいんですね、これはね。いいですね。途中でポロって落としたりしないですね。します。方でやってるから美味しいんですよね。こんにゃく芋に使ってるお芋も水見色で農家さんに協力してもらって、そうお芋から作ってもらって、そのお芋を使ってああいう感じでもう粘りが出るまでずっと手でこねて作ってます。で今日その水見色気楽市で売ってるものを持ってきていただきました。これね、はい、何ですか？先ほど映像で見ていただいた、開けましょうか。はい、こんにゃく、手ごねで手作りで作っているこんにゃくを、漬け込んで、生姜醤油に漬け込んで唐揚げのように揚げているこんにゃくの唐揚げになります。これがもう本当一番人気で、食レポして今向こうで立ち上がってる人がビールに、そうですね、ビールにも合いますし、ご飯のおかずにも、多分言わないで出したらこれがこんにゃくってわからないっていうふうによくおっしゃっていただくんですけど、味もついてるってことですか？味もついてます。へ、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、今度コロッケが出てきました。はい、そのこんにゃくをミンチにして味がしっかり染みたこんにゃくをじゃがいもと一緒に混ぜてコロッケにしてます。なのでこんにゃくとじゃがいもしか入ってないコロッケです。ちょっと今日割ってくればよかった。女性にもいいですよね。そうですね、こんにゃくなのでヘルシー。そうですよね、罪悪感なくちょっと食べる。そうなんです。思いながらでも私は2倍の量食べちゃう。はい、で、それだけじゃなくて、お食べていいの？え、何スタッフからいいの？先にこっちを入れさせて。すいません、紹介どうぞ。はい、これは、チラシ寿司です。人参やら昆布やら椎茸やら具沢山で、少し甘いお酢を使っているので、そのお酢がすごく美味しいと評判をいただいております。これも人気です。はい、ごちそうマートにね、出てきていただくとすごい人気なんですよ。で、もんちゃんが食レポしてくれるそうです。今スタッフから食べていいよって言われたんで、アルコールは今紹介していただきましたこんにゃくの唐揚げです。いただきます。笑顔ですよあれ、うん、唐揚げ、うん、すごい味、うん、あ、うん、うん、なんて言ったらいいんだ、うん、すごいサクサク、ね、
で、こうあれでしょう、噛み応えもあるでしょう、うん、食感がいいですね、うん、でね、さっきのこんにゃくですからね、昔ながらの作りのこんにゃくですから、なんかスタッフからちょっとアルコールに合いそう、はい、ありがとうございます。で、リエさんはこれからはどういう活動をしていきたいですか？そうですね、私が去年ちょうど来てからもうすぐ1年経つんですが、やっぱりコロナ禍っていうのが引き続き続いていて、みずみ色気楽市でもイベントを年に2回やっているんですが、それがもうずっと中止、ここ2年中止になってしまっているので、うん、そういうやっぱ地元の方々と一緒にこう大きなイベントをやりたいなっていうのはすごく思っていて、やっぱりたくさんの人にみずみ色だったり気楽市に来ていただきたいなと思っているので、そういう場所を作ってお手伝いができたらいいなと思ってます。ありがとうございました。ちょっとごちそうマートのスケジュールを見ていただきたいんですけれども、ですね、明日は丸坂さん、それこそ相良、はい、先ほどの中山さんが最初にご紹介してくださったんですね、うん、で相良からシラスや海産物の強い方がいらっしゃいます。で金曜日にはですね、長谷通りの田村米店、そして、川根から、そう川根ですよ、花道茶屋って言って、手作りの餃子お惣菜を持ってきてくれる人が来ます。そして19日に、はい、今言った、みずみ色気楽市、リエさんが来てくれます。それから菊川マルシェは先月ですね、はい、こちらに出ていただいた大山さんが来てくれますね、はい、で静野は井川のお菓子を持ってきてくれますんで、はい、土曜日にごちそうマートに来ていただければ、はい、山中理恵さんにお会いできるはずです、はい、はい、